皆さん、こんにちは。大堀123でございます。ソニーのミュージックビデオレコーダーで、高音質高画質でお送りしたいと思うんでございますが、やってみたかったものの一つと言ってもいいことをちょっとやってみたいなと思うわけなんでございますが、皆さんから見て左側ですか？僕は右手に持ってるやつなんですけども、6年ぐらい前ですけれども、私が初めて手に入れたギブソン G45 の、1960年代のものを再現したエボニーブラックということで、ホワイトのラージピックガードの上の方にギブソンのロゴが書いてあるというですね。そしてまたこのダブルリングという、そしてこのエボニーブラックというですね、ルックスに関して象徴したものが詰まってるよということなんでございますよね。皆さんから見て右側にあるこいつですね、私が2017年の1月の14日に東京のお茶の水の方で黒沢楽器のドクターサンドアコースティックというところで手に入れました1968G45 ブラックというやつでございますね。サウンドホールの内側が被ってないネックエンドとか、ラージピックガードといえども当時のものを完全にトレースした細身のタイプの、ものになっていると。アイボリー色になってて、よりこうヴィンテージ感が出ているというやつですね。特筆すべき点なのはネックのプロファイリングですよね。14度ヘッド角に 39mm の7束という60年代の後半の J45 の仕様を完全に再現したという、黒沢楽器そしてミキ楽器のこのコラボレーションで生まれたモデルということでもありまして、エボニーカラーの J45 の究極と言ってもいいような再現ものができたということだったんですね。白黒の J45 の比較という第1弾、皆さんも注目しているところだったんじゃないかということなんですが、見た目が、白黒というところに似てますけど、いろいろ細かい仕様が違いましてね、ネックの形状がまず大きく違うというところですかね。ロゴ付きの J45 に関しては17度ヘッド角に 43.8mm のナット幅ということですよね。1968の J45 はさっきも言ったように超ナロネック仕様ということで、非常にこの比べやすい、そしてまた比べがいのあるですねものになってるんじゃないかということで、じゃあまずはですねストローク編からいきたいと思います。
ターに共通していることで言えば、ギブソンらしいサウンドだなと思いますね。5弦6弦のその響きの硬さみたいなものっていうのは特筆すべき点でしょうね。ストロークをやった時の歯切れの良さっていうのはやっぱ素晴らしいですね。やっぱりそうは言っても両者細かいところでやっぱサウンドがはっきり違う部分が出たなと思いました。どちらかというと低域がよく出てるのはロゴ付きの4号の方だと思いますね。ストロークやった時の低域の出方ってものが前に出てるって感じがある。中域から高域かな、そこにちょっと繊細さが加わってるのが6発の4号なのかなと思います。音の出方の領域ってものがちょっと違う部分があるなという印象があります。6発の4号はネックが細いし、でこちらのロゴ付きの4号の方はネックがっしりしているということもあるのかな。やっぱりネックの太さっていうのも関係してるかもしれないですね。弦間ピッチっていうのもわずかながら違う部分がありましてね、ピックの当たり方っていうのも違うっていう感じがあります。どちらが良い悪いではなく、やっぱ個性の問題ですね。素晴らしいなというふうに思います。次はですね、3フィンガー、通常のアルペジオを含めたフィンガーピッキングをやっていきたいというふうに思います。特有の丸みを帯びたトーンということは間違いないですかね。ローズウッドみたいにストーンとくるというわけではなくですね、メローなトーンが
聞けるなという感じがありますかね。細かな違いを挙げるとですね、ストロークの点でも言ったんですけど、低域がガンガン出てるのはロゴ付きの4号ちゃんですかね。スピード感があるサウンドといえばこの68の4号なんじゃないかなと思いますね。アルペジオってどうしてもこう繊細なトーンっていうのが必要な時もありますから、スピード感のあるものが欲しいってなったらすごくいいな、こう綺麗な音が出てるなって感じですかね。次のコード進行でこうバズ音を聞かせるようなアルペジオなんかをやったりする時なんかはネックが細くてテンションが緩いってことがあるせいか、やっぱり68の4号の方がよく出てるという部分もありますけれども、3ピックをはめた時のこの音の輪郭というものがよく出るのはやはりロゴ付きの4号なんじゃないかなと思います。3フィンガーとかやるってなると、そのさっきも言った弦間ピッチの問題って結構関わってくるんですけど、どちらにしても慣れの問題なんですけどね、細いネックの方がやりやすいとも思うんだけども、アルペジオとか3フィンガーをやると一弦一弦のその音の出方ってものがこうはっきり分かる部分があるんで、同じ J45 とは言っても変わってくるというところも驚くところというか、あ、なるほどなと思うところですよね。先ほど言いましたように、やっぱりギブソンらしい歯切れのいいコードストロークと、そしてまた丸みのあるフィンガーピッキングのトーンというところにはいい意味でね変わらないというところがあって、ギブソンにしかない音っていうのがねあるというのは非常に素晴らしいんじゃないかなと思います。全体通して定義が出ているこのロゴ付きの4号ちゃん、まあ、どちらかというとこう立ち上がりにスピード感のある飛ぶような音っていうのは68の4号ちゃんが出てるしということで、どちらも捨てがたいサウンドであると思います。ネックのこの握り心地っていうのは全く違うというところも、プレイアビリティ、そしてまたサウンドというものが大きく響いてくるんだなということもですね、改めて実感している部分でもありますしね、つくづく思いますけれども、比較してみなきゃわからない部分っていうのがあるというのはアコギの奥深さだなと思いますね。そしてまたアコギを弾くのがやめられないというところにつながってるんじゃないかと、そんな風にも思いますけれどもね。さあということで、今日はそんな感じでやらせていただきましたけれども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。大堀123でした。それではさよなら。いやー、いいですねこれ。